県領名は中国の新代に全国に配布された土料校の標準記に記された国定であることを示す証明文。紀元前221年に初代皇帝、始皇帝の命により国名、配布されたものと、紀元前209年に二世皇帝の命により国名、配布されたものがある。始皇七国籍と共に数少ない天書体の書籍として知られる。 26年証券両命全文期限前221年、旗の始皇帝は、戦乱の中国を制し、統一王朝を打ち立てた。この際、中央集権制確立のために、様々な企画統一が行われた。その大きなものが、天書体イコール商店への書体統一と度良好の統一であった。このうち土良好の統一に際しては、決まった。 大きさの金属製内し木製の粉銅やマスを標準機として全国に配布することで言ったが、この際に公式に認められたものであることを示す、証明文を公式書体の焦点を用いてものし、奮銅をマスに添付することにした。これによって、金属製のものには証明文が直に刻み込まれ、木製のものには証明文を記した銅板が貼り付けられた。これらの名文を総称したのが、 権領名であるこの配布と証明文発行は2回、ないし3回行われたとみられ、紀元前221年の26年証券了名のほか、紀元前209年の2世皇帝即位時の元年証券了名、そしてこの両者を合わせて濃した両証券了名の3種類が確認されている。皇骨文以来の伝統を組む商店は、権力の象徴であるとともに、 統一された法治国家であることを示すために国の公式証明としても用いられた。この権量名は管理が証明のために所有した公印、官員と並びその代表的存在である。権量名は証明文であるためその文は極めて簡潔であり共通の文章が用いられていた。以下西皇帝の26年証券両名と二世皇帝の 元年証券両名の白文、訓読、訳を示す。天下統一と土壌高統一の事実のみを簡潔に示す。全四十字。標準期配布に関わる話はなく、二十六年証券両名西皇帝の名がないことから、土壌高統一の業績を二世皇帝が自分のものと主張しているように勘違いされるのを防ぐための注意書きになっている。全六十字。 なおほとんど同じ言い回しの文が思考7国籍の2世位、皇帝追国部にも見られる。権領名は早く随代の海を2年に出土したが、本格的に研究が始まったのは新代になって、工場学が発展し、天章を含む古代文字の研究が盛んになってからである。権領名の書体は、小点ではあるが、制定に関わった、李氏本人の筆と言われる、 思考7国籍と違って文字が幾分崩れており、正確に商店の姿を伝えているとは言い難い。また同じ文を2回国するなどミスのある、県領も発見されている。しかし、商店の同時代の書籍は極めて少ないため、多少の崩れを理解した上で、ご関連の商店を中心とした、漢字辞典、説問開示など、構成資料を併用しながら、研究に用いられている。 全漢の初四元年に定位を散脱して、新王立てた王毛は過激な復古政策をとったが、その中で天書体を公式書体とし、土寮校を統一して、標準器を配るという旗そのままの政策を行った。この際に、権量名の制度も模倣され、過量名という名で登場している。ありがとうございます。